広瀬岩尾は、日本の柔道家。身長170センチメートルに満たない小柄な、体格ながら、戦前の明治神宮競技大会、昭和天覧試合、日本選手権大会、全日本東西対抗大会、戦後の全日本選手権大会等の主要大会で、長く活躍。後に、大阪府警察の柔道師範として、更新の指導にあたり、 今日の不敬柔道の礎を築いた、宮崎県出身。身長150センチメートル、体重70キログラムの小袋ながらしずり込み足や、ともえ投げ、肩車の名手として、名を馳せた、小崎助八段に、柔道の手ほどきを受け、旧西宮古の城中学校を経て、武徳海武道専門学校に進学すると、急貝はじめや田端翔太郎ら、藩士、 安倍健史郎等の先輩に学び、修正の得意技となる払い腰、釣り込み腰、一本背負い投げ等に磨きをかけた。同時に1932年7月付で、行動館へも入門し、同年10月初段、1934年2月に二段を許された。以後は、行動館を離れ、1937年10月の第9回明治神宮競技大会に出場すると、 決勝戦で、拓殖大学の木村正彦に赤敗したものの、京都に広瀬ありと一躍その名を知らしめ、翌38年に、宮内省最年間で開催された、武道大会では五段の部優勝、同年10月の第8回全日本選手権大会でも、専門の部で3位入賞を果たした。竹千助手時代の1940年には、 後期2600年を奉酬する大会が全国で相次いで開催されており、2月に、京里、宮崎の宮崎神宮西外苑で、宮崎県奉酬会主催のもと取り行われた第2回、全日本東西対抗大会に、西軍最上位で出場した広瀬は、東軍の巨艦、玉木正元五段との対角差をものともせず引き分けに持ち込んだ。4月7日に、 カ原ハラ神宮外苑特設会場で開催の放納全国武道大会には関西軍7章として出場し関東軍の阿生田常吉五段と引き分け外地軍の森吉尾五段には高知返しで一本勝ちを収めた6月に宮内章主催で開催された宝祝天覧武道大会には当時の武道家の最高栄誉とされる指定選手として出場を果たし初戦で 満州建国大学助教授の万田ル六段に、払い釣り込み足で一本勝ち、二回戦で、カニ教の名人、田代文江五段に優勢勝ち、三回戦で、早稲田大学の小崎稲保五段に一本背負い投げで一本勝ちと、順当に勝ち上がった。準決勝戦の木村雅彦五段との試合は、木村の大外刈りと広瀬の払い越しとで激しく、攻め合った挙句。 木村六度目の大外狩りが決まって一本符を起死し、広瀬はあと一歩のところで決勝戦進出を逃した。大会開催方式が大幅に変更された1941年4月の第10回日本選手権大会には大阪府警の警察官として専門の部に出場し、4回戦で竹線の2年先輩である伊藤徳次五段を背負い投げ、準決勝戦で 愛好と人五段を同じく背負い投げ、決勝戦では、斉藤三郎五段を、大外刈りにそれぞれ沈めて、絶対王者、木村正彦の欠場ながら、ついに柔道日本一の栄冠を得た。戦後も全日本大会には二度出場し、1950年は、吉松義彦六段や大悟と四郎六段らを破って、決勝戦では、前年覇者の石川隆彦七段と、 時間いっぱい20分を争った。試合終了間際の石川の大外刈りに体を崩し、ポイントこそ奪われなかったものの優劣が、はっきりと現れ判定譜を起死した。翌51年大会は3回戦で同じく石川七段と顔を合わせ、またも判定譜。ただし、この試合を観戦していた石黒啓七は、大会論評で、広瀬くんが背負い投げをかけ、 存じた時に、石川君が背後から締め技に転じた点をやや優勢と認めたようだが、その他の立ち技に関しては、広瀬君の方がむしろ高性だったように思うと述べるなど、二人の実力は優劣つけがたいレベルであったことが伺える。指導歴としては、竹仙を卒業後も同行に泊まって、助手、助教授、教授を務める傍ら、 京都府立医科大学や大阪帝国大学、和歌山高等商業学校にて、後には大阪市立大学、府立根屋川高校の他ニュージャパン柔道、協会並びに、久保田鉄工所で柔道師範を務めた。大阪市警では、浜野翔平や、同じ久部線での伊藤徳次、山本博志らと共に、更新の指導にあたり、府警主席師範を辞した後は、 近畿管区の警察学校教授に任せられた。1964年の東京五輪では審判員を務め、1974年には全日本柔道連盟の四代目国際試合協会委員長に就任。また、自身の段位は1943年1月に武徳会六段に商談した後に行動館へ編入し、戦後は1948年5月七段。 1959年5月には八段に劣勢られている。晩年は自由かった綱性格と柔道家らしい風貌で親しまれ、仲間たちからは岩尾さんと呼ばれ尊敬された。しかし1978年に突如病に倒れて、長期の昏睡状態に陥り、その後意識を回復した者の言葉を発することはできず、車椅子での体力回復を図ったが、1982年に、 死去した。行動官は、広瀬の柔道界に対する永年の功績を称え、亡くなる前日付で球団くらいを追蔵している。ありがとうございます。